봐도 이때 君は僕の横で丸まって眠るのが癖だったよね。二人とも熟で二人とも学生で僕たちの毎日はまるで映画のような日々だった。僕には何も取り柄もなくてつまらなくて面白みのない平凡が歩いているような男だった。届きそうだったのでラジオで流れていた宅野のように肩まで伸びたら結婚しようかって言った時には君は腹を抱えていつまでも笑った。僕がその神社で偶然会った時お互いの大切さに気づかされた。君が目覚めたばかりの子猫のように遠くから僕を不思議そうな感じで私にはあなたが大切な人なの。